と雨は降ってて残念ですけども、車横幅が40ミリ広がって3ナンバーになったということで、かなり車としての車格が上がったし、存在感も高まってるなっていう印象ですね。乗ってすぐ感じたのはこのインパネのデザイン性の高さと質感の高さ、こういう加色パネルがいっぱいついててですね、今まで黒でプラスチックで塗装されてたようなダッシュボードがかなり質感は高まってます。走り始めて今すぐなんですけども、かなりしっかりした剛性感、それからショックアブソーバーの路面反力の弱さ、その辺の減衰の良さがね、すぐ分かりますね。ボディのスポット溶接をかなり増やしてるっていうことで、12箇所ぐらい増やしたっていうことで、後ろのドアの開口部とかリアのテールゲートの開口のところとか、そういったところを中心に弱いところを補強したっていうことで、こう引き締まった感覚があります。あとこの新型の、プラットフォームとボディでかなり80キロぐらいの軽量化、もともと軽いんですけども、1000キロ下回る軽量化に成功したっていうことで、その辺も動き出すとすぐ分かります。運転支援機能とかね、非常にその辺もスズキとして初めて装備されたっていうことで、これからの時代にふさわしい車の装備も備えてる。ターボを搭載したことでかなりトルク感をピックアップ良くなって、響きも走れますね。トランスミッションはマニュアルの6速で、結構シフトフィーリングにこだわったようで、ふにゃふにゃとした感じが少なくなって、だいぶ不気味よくこうシフトできます。室内の騒音もかなり低い、外のエンジン音なんかもかなり遮断されてて、静かですね。そのエンジン音自体も外で聞くとかなりスポーティーに振ったような音なんで、室内に加えてくる音はそれほどあれですけど、安っぽい感覚は少なくともないですね。車線に自動のアラームが鳴りましたけど、かなりレスポンスいいし、警告音もでかいですね。ちょっとその辺はアジャストできるかもしれませんけど、ドアパネルはね、インナーパネルはかなりまだプラスチックですけど、少しこう赤い加色が入ってて、でシートがすごくがっちりしてて、骨格がしっかりしてるっていうのは分かります。あと赤いステッチが入って見た目もいいですし、ステアリングホイールもね、皮巻き赤いステッチ、しかも下がこう平らになってて、スポーティーな感じですね。ハッチっていう言葉を思い出させる
ションコントロールをオンにして、ちょっとゼロ発進加速をやってみます。ドロップステアはすごく少ない。ただ今バキバキって言ったようにエンジンバンドのコンプライアンスがちょっと少なくて、駆動周りが音が出ました。だけど今2回ぐらいで収束したのでね、まあまあかなという感じですね。ブレーキもスイフトスポーツ用にかなりキャパシティアップしたようで、このあたりもサーキット走って耐久性とか対フェード性とか調べたいと思いますけど、
ヤヒがかなりこうクロスセクションになってて、3速ギアはダブルコンシンクロになってるらしいですけども、まあ、全体的に非常に小気味よいギア比ですね。操作性も非常にいい感じで仕上がってます。ペダルなんかもあのメタルの透明で見栄えもいいんですけど、操作性も非常に良くてね、ヒールアンドトーンもしやすいです。